RMK の新作カラーが出たそうなのでショップに行ってきました。あ、買ったらガチャが、ガチャの中身は、中身が一応サンプル、ちょっとボトルタイプのサンプルと当たりで、そうなんです、当たるとドーナツのチケットが、インスタ見てきたのでドーナツは買う気できたんですけど、 ありがとうございます。ドーナツがですね、あの店頭 の、 あのドーナツ屋さんの方で販売をしておりまして、ハットストリートの方のにあるドーナツ屋さんとコラボしています。新作をチェックしていいですか？はい、こちら組み合わせられるってことですか？そうですね、一応基本的にはハイライトカラーと、はい、あとカラーもの3色のうちのどれかでセットしていただくと、はい、基本はおすすめに。クマとかはオレンジですよね。そうですね、クマの色にもよるんですけど、ちょっと青み系の方だと3番とか4番がおすすめでして、シミだったら自分の肌の色に合わせつつ、そうですね、あとは5番のカラーとかが消えやすいので、そうですね、反対色とかになるので色で消していただくのにはなるんですが、色持ちもいいですし、こんな感じの色味でしたね。ちょっと在宅ワークとかの際につけていただくと、すごく発色も綺麗で使いやすいので、人気なのは5番のカラーとかが人気ですかね。今出かける際とかであれば、ちょっと上からフロスをしていただくと、はい、夕方とかの保湿ブルーのグロス、前から同じですか？そうですね、人気のブルーグロスなんですけど、ニュアンス変えやすいですよね。そうですね、春の新作のコレクションで最近新しく出たスティックになってます。今回の RMK の新作で私が一番注目しているのはこちらのコンシーラーです。3月4日に発売されたばかりの RMK フローレスカバーコンシーラー、フローレスっていうだけでフローレスフィットを思い出すんですけども、すごいカバー力がありそうな名前ですよね。これレフィルが5色の中から2つ選べます。それぞれ単品で売ってます。で1個あたり1980円、あとね、ケースが1100円です。これ3つをセットで買った場合は5060円です。私が注目しているポイントはこの成分です。 RMK には珍しくノンシリコンなんですよ。で RMK の他のファンデーションとか下地とかコンシーラーとか過去の製品の全成分見ていくと大体シリコン入ってるんですよね。しかも紫外線吸収剤が見当たらない。 SPF26PA が2プラスで日常使いぐらいの UV カット効果ですけども、顔全体に使うわけじゃないので紫外線吸収剤入ってないし、お店で試しておけばよかったな。なんかドーナツ買いに行くので焦ってしまって、ちょっとねテストしなかったんですよね。今までとは違う新しいベースの処方らしいです。オイルが2種類で液状オイル、これでだいぶ緩く滑らかになりますよね。でも緩すぎてもコンシーラーだからポイントに置きたいので、ペースト状のオイル、あとワックスで硬さもある程度出して、このバランスでちょうどいい感じにしてるみたいです。カラーのセレクト方法、選び方が書かれてますね。そう、この春新作のリップを推してるみたいです。3月4日新発売 RMK ザリップカラー全15色です。それぞれ3850円。RMK 25周年コラボドーナツ、原宿のショップに買いに行きました。よくインスタで見かけますよね、ティーンエイジャーが好きそうな佇まいです。アイスも売ってるらしい。まあ季節柄あんまりアイス買ってる人いないかもしれないけど、スイーツ寄りのブレッドって感じですね。
ちらのアップルジュースを買いました。瓶がすごい可愛くってまるっとした感じで、奥にありました、 RMK のドーナツ。RMK のロゴのが2つ。店内でも席が空いてたら中で食べることもできますが、オミクロンがまだ怖いので私はお家に帰ってゆっくり食べます。お気に入りのアインシュタインのお皿。 RMK はね、青山に店舗があって青ビルのところなんですけど、ドーナツ屋さんはちょっと離れたところにあって、キャットストリートの近くまで移動してゲットしました。今回 RMK が力入れてるのがリップ。このドーナツ屋さん知ってたけど、でも RMK とのコラボがなければ行く機会がなかったかも。これパッケージに原材料とか全然書かれてなくて、この裏側とか見たんだけど、基本的に普段はできるだけ添加物とかないのにしてるけど、完璧じゃないんですよね。こういう記念的なものは気にせずに添加物とか関係なくいただいてます。これアイシングクッキーって言うんでしたっけ。こうリップの形で、なんかねバターの風味が結構しっかりと出て美味しかったです。ただ硬いやっぱ、ね、歯科矯正中なんでちょっと硬かったです。そしていちご、私ねいちご実は苦手なんだけど、だいたい苦手って言うとみたいに言われるんですよね。あとメロンも苦手で、なんてもったいないみたいな言われ方をします。ドーナツってこんなに大きかったでしたっけなんかこうミスタードーナツぐらいのサイズが私の中のドーナツ感なんですけど、めっちゃ巨大ですよね。なんかちょっとしたホールケーキミニサイズみたいな。外側の赤いのが、まあ、甘酸っぱいんですよね。酸っぱいのがあんまり得意じゃないんですよね。これがかかってないプレーンのドーナツの方が、まあ、好みですね。これは買って大正解。くるみたっぷり、すごい香ばしくって、外はカリッカリ、ちょっとね硬いで、内側が柔らかい。でもねトータルで全て美味しかったです。アップルジュースはこの瓶が可愛いなと思って買いました。コロンとしたフォルムで花瓶としても使えそうだし、アロマスティックを刺して使ってもいいかなって思ってます。瓶がずっしりと重たいので、お花やアロマスティックを刺しても倒れないんじゃないかなと。あとは輪ゴム入れたりクリップ入れたり、他に何かいい使い方ありますかね。これね外側のガラス瓶が目的だったんだけど、実際中飲んでみたらば甘すぎなくてナチュラルな風味、アップル感がすごく自然でした。
一回飲むためだけに使ってあとリサイクルに出すのなんかもったいなくて、リサイクルもすごくエネルギー使うじゃないですか、溶かしてまた違う瓶にしてみたいな、まあ、なので今回に限ってはインテリアとして使うってことを目的として買ったんだけど、でもねジュースも美味しかった。もうね犬が狙ってます。もう開けた瞬間にいい香りが部屋中に充満。もちろん犬的にはですよもう確実にインスタ映えするお店だと思います。Took me by surprise, made me complete. You changed my life.